ブラブリッツ秋田の青木翔太です。小柳達志です。トマトの苗植えてきました。キックオフ秋田スタート。こんにちは、 AAB アナウンサーの大久保佳穂です。明治安田 J2 リーグはシーズンの半分の試合が終わりました。グラブリッツ秋田はロアッソ熊本をホームに迎えての一戦です。グラブリッツは前半9分に梶谷、しかし混戦の中でファールがありゴールとは認められません。前半14分熊本に先制ゴールを奪われ追う展開となりますが、前半終了間際に熊本の選手が退場。グラブリッツが1人多い状況で後半へと向かいます。後半16分に得たフリーキックのチャンス、小松のヘディングシュートがゴールネットを揺らしますがオフサイドがありまたもゴールとはならず。後半29分、大石がクロスを入れてこれを川野が折り返し、最後は中村亮太。中村の1年9ヶ月ぶりのゴールで追いつきましたが勝ち越し点は奪えず、ブラウブリッツは3試合連続引き分けです。勝ちたかったんで、次は勝てるゴールを取りたいと思います。人数は関係なく前に向かい続けるのは秋田である。打ち破れなかった、ゴールをもぎ取れなかった、逆転できなかった、それを受け止めて強く早く正確に強度高い練習を繰り返す。妥協は夢を遠ざける。23日そして30日のリベンジ1万人応援プロジェクトプラスの成功に向けて選手やクラブスタッフが奮闘しています。より多くの観客を迎えるためブラウブリッツがやってきたのは大選手の農園。6日はディフェンダーの小柳達志選手とフォワードの青木翔太選手が訪れました。この日選手たちが行ったのはトマトの苗の定食。みんなで協力し280本を植えます。やらないですか？やるよ。あ、やるよね。まあ、愚問か愚問か、やってもいいんですか？ちょっとだけお手伝いさせていただきます。取材していた私も青木選手から苗の植え方を教えてもらうことに。お花が、これがなんか向いてる方をこっちにして、これだ、あ、これか。そう、それが向いてる方にして、この地中にしっかりくる。実はこの BB ファームプロジェクトは農業に関わりたいという選手たちの発案で始まったもので。県内の生産者グループワッカの協力もあり今年で4年目を迎えました。お手伝いというかやりたいです。自分がやりたいことをやらせてもらってる感覚ですね。練習の後でもこうやって来れるの楽しいから来てるので、やらせてもらってるっていうか一緒にやってる感覚で楽しいです。全然違いますよマジで。味がめちゃめちゃ甘みずしいです、うん、ここのトマトですか？ここのトマト、はい、みずみずしいんですか？みずみずしいです。マジ全然違いますよ。本当に美味しい。23日のホームゲーム清水戦ではブラウブリッツ秋田マルシェを開催。今回選手たちが生産を手伝ったトマトや地元の農家で採れた新鮮な野菜を買うことができますよ。一方、由利支援学校では10日、中学部の生徒を対象にブラブリッツがサッカー教室を開きました。じゃあこれからシュートをやります。じゃあルールを説明するからそこで見ててください。ブラゴンちょっと来て。転がすのでこれをシュート。秋田で11年間プレーした前山さん、引退後は毎年のように支援学校を訪れています。こういう感じで紐で蹴ったらこういう感じでいきます。サッカーチームっていうのはテレビの奥の存在みたいなところを感じる方が多いと思うんですけど、こう身近に感じてもらってより好きになってもらうことが僕の活動というか僕の仕事かなと思いますので。おお、すげえ、めっちゃ飛んだ
1時間の教室の最後は大人対生徒の試合でした。先生、先生ヘルプお、いいよ、お、いいじゃん、うわー、いったいったお、来た、チャンス、おー、ナイス1対0、頑張れ、うわー、痛いさあ、もう一回、お、ナイス楽しかったです。どんなところが楽しかったですか？マンが切ってくれて良かったです。キーパーから守ったり攻めたり応援したり、もう最高の一日でした。中にはブラーブリッツが大好きな生徒も。中村亮太選手ですね。はい、髪型がかっこいいです。秋田行ってプラスのように優勝できるよう 願いたいです。頑張れー、頑張れー、ブラーブリッツ。23日の清水戦では県内15ある特別支援学校の生徒と保護者に希望を募り招待することにしています。シニア世代日本一を決める全日本オーバー60、オーバー70サッカー大会が8日から3日間、にかほ市で開かれました。この大会に秋田から開催地枠として出場したのが秋田シニアサッカークラブです。70歳以上のオーバー70には12チームが出場し、まずは3つのグループに分かれてリーグ戦に臨みます。初戦を落とした秋田シニアサッカークラブは2試合目で東海地域代表愛知県選抜と戦いました。シニアサッカー視察のため常様の愛称で親しまれた日本サッカー協会宮本常康会長も見守る中、秋田シニアサッカークラブは前半から何度も相手ゴールに迫ります。すると後半でした。右からのクロスに64番キャプテンの今野さん。これが74歳のダイレクトボレー、秋田シニアサッカークラブが先制します。その3分後にもエリア内で追加点のチャンス。こぼれ球を押し込んだのは再び64番の今野さん。この2点を守りきり今大会初勝利を挙げましたが、秋田シニアサッカークラブは決勝トーナメントに進むことができませんでした。ごっつぁんゴールというこういう感じでもらいました。本当に皆さんに感謝します。サッカーが好きじゃ好きっていうことですよね。やっぱりそれで楽しいから、やっぱり体にもいいし健康ね。一方、16チームが参加した60歳以上のオーバー60は4つのグループに分かれてリーグ戦を行います。関東地域第一代表と戦った秋田シニアサッカークラブは後半に先制点を奪われます。直後に同点のチャンスもありましたが決めきることができません。チームは1次ラウンド敗退となりましたが、はつらつとしたプレーは宮本会長の心に響きました。勝負に対するなんていうか勝ちたい気持ちが随所にプレーにも表れるし、コーチングのところにも表れていて、すごく見ていていろんな刺激をもらいました。ブラーブリッツ秋田は明日アウェーで水戸と対戦します。 J2 リーグもいよいよ後半戦に突入です。トップ6に向けて私たちも熱く声援を送りましょう。キックオフ秋田、また来週。